はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はゲレンデこんなにたくさんあります。はい、前回 NSX この動画、そして458の、はい、この動画、これのねアペルタさんへ来てまーす。はーい、ね、屋内にはスーパーカーがあったりとか、こっちにもいろいろ、もういろいろあるんですよ。で、ちょっと僕が気になった車の第1弾がこのゲレンデの多さ。はい、ゲレンデといえばもう皆さんご承知の通り、ベンツのもう唯一本当にリセールがいい車として有名です。そうですね、ベンツの S クラスとかはすごいガクンと値段が落ちるんだけど、これ本当に落ちないんですよ。はい、だからすごく人気、もう名古屋のいろんなところでこれを乗ってる奥様をよく見ます。奥様で何があるか、これ黒、この色珍しいね。これめっちゃいい。これ2台も並んどるし、うわ贅沢で、ホワイト、まだあっちにもあると。おー、いっぱいありますね。あるんですね。で、今日はこの中で僕がちょっと気になった車、ドーン、この車をちょっとレビューしたいと思います。これね、すごく凝ってる車なんですね。ほう、まず何かっていうと、まずこの色、これは限定車らしいですね。あ、そうなんだ。はい、で、車のグレードとしてはジョン G400D400D、 はい、ディーゼルの G400 です。はい、これが今超人気なんですよ。あれ、私が前レビューしたのは G350D ですよね、のような気がします。はい、この車はね、実はいろいろカスタムされてるんです。ほう、そのカスタムもめっちゃんこ上品。じゃあまずは外装レビューから。はい、はい、まずこの車 G400D になるんですけども、 AMG の、 その G63 とかそういう車とは違って、グリルが横フィンです。お、ホントの縦じゃない。 AMG になるとね、これ縦フィンになったりする。おうおうおう、こっちの方が見慣れてる気がするけど。で、あと、なんか中もね、これブラックですね。ブラック、ヘッドライトの中がブラック。はい、そしてフロントバンパー、はい、これも色がツートンでブラックですね。そうですね、こっちはボディ同色のね、うん、これツートンになってます。で、エアロがこれ、これ分かるかな、この B っていうやつ。うん、なんか B ついてますね。これはブラバスの B なんですね。ブラバス、ブラバスっていうブランドがあります。その、まあ、エアロではないでしょうか。なるほどなるほど。はい、そしてフォージドコンポジットのドアミラー。これもフォージドコンポジット。うん、そうだよね。もう普通のカーボン柄じゃないでしょ。あ、なんかすごいすごい、なんか奥行きのある、まあそのフォージドコンポジットかどうかは分かんないけど、まあフォージドコンポジット柄になってますね。カーボンですね。これはカスタムですね。これめっちゃおしゃれ。カスタム、通常これだもんね。ブラックですね。うん、はい、同色じゃないんだね、ここは。で、そしてホイールもおしゃれですね、これ。この味が出てますね、これ。すごい、オフロード感のある。オフロード感のある、このちょっと少しレトロ感もある。うん、かわいい。これで気づいたことがあるんですよ。ん？あれ？って思ったことが。あやちゃん気づいたかな？タイヤがゴツゴツしてる。タイヤがゴツゴツ。まあタイヤもあるかもしれんけど。車高が上がる？これ車高低いんじゃない？逆に。え？あ、そういうことか。いや、こっちの方が高いと思う。タイヤが大きいからかな。若干車高が上がってる。ここが大きいから詰まってる。あー、多分そんな気がしますけどね。でもね、ちょっと高い気がするんだよな。普通だいぶ高くなるはずなのよ。まあ車高上がりますよね。そう、まあちょっとここは分からない。はい、そして今度ね、もう一つ大きくポイントがあるんです、はい、この前のオーナーさん、すごいこだわりで、うん、マリンチックに見せよう、そういう意味で内装を白にされてるんですよ。で、この白がこのボディカラーとの相性がとてもいいと、
あ、確かに。いうことで、なんとリアのこのガラス、もともとはこうやってプライバシーガラスになってるものを、はいはい、わざわざクリアにした。もともとスモークがあるのを取ったって。そう、その方がこのホワイトとボディカラーの相性が合うのがより分かりやすいと。確かにすごい目立ちますよね、これ。これすごいこだわりです。あ、逆の発想だ、はい、逆の発想です。はい、そして後ろ、はい、後ろは特に、まあ、変わった点はないのかなとは思ったりするんですけど、うん、逆にこの隣の車はこうやってこうステッカー貼られたり、そうです、ね、ウィングついたりエアロついたり。本当だ本当だ。後ろもプライバシーガラスが透明になってるんですね。へえ、面白い、変えるんだ。すごい。そして便利機能としてもまたすごいんです。お、何がすごいかというと、本来この車は今の現行の新しいのに鍵を開けようと思ったらわざわざ鍵をオンにしなきゃダメ。ボタンを、そう、開け閉めのボタンを押さないとダメなので。ほうほう、開かない、うん、いわゆるこれでピッて開くとか、これでピッて閉まるっていう機能がないわけ。これはおそらくゲレンデを乗ってらっしゃる方の唯一の不満点ではないでしょうか。ところがですよ、これはカスタムされてて開くんです、うん、はい、鍵を持ちました。はい、いきますよ、近づきますよ。ほら、お、すごい、開いた。しかも反応めっちゃいい、めっちゃ早い、うん、もうここに到着する前には開く、うん、自動的に。すごい、近づくだけででさらに開けるとサイドステップ。そう、これわからんかったね、出てきたんですよ。もう一回いきますよ。もう一回、はい、おー、すげえ、開けますよ。はい、ほら、すごい、自動で出てくる。でこれね、またすごいいいなと思うのがこの音がいい、うん、この音はもうあえてこの音を出してる。古い G クラスなんかがもうこの音が人気だった。だから現行になってもこの音だけは再現。ここのヒンジのところが少し違うんだ。ごっついんですよね。ごっついね、はい、うん、こんなだもん。こんなんだね。すごい。だから音を聞いてくださいね。ガチャ、今の車じゃあんまない音で、これをやるためにあえてああやって近づいてこのここ触って自動で開くっていうのを採用されてないんですよ。そして中、はい、はい、中、さっき言ってた白いシート、おー、からのハンドルも、これホワイトウッド、なんだろうこれ、すごいな、ホワイトウッドで、ちょっとあと目についたところ、これわ、スワロスキー入れてますね。入ってますね。ドアのところも本当に白なんだ、うん、ドアのところも白だね。で、あとはね、この屋根のところも、はい、アルカンターラ。あ、本当だ、アルカンターラになってます。はい、じゃあちょっと座ってみましょうか。はい、はい、一応ここはね、もう大丈夫ということで、はい、はい、あのわざわざお客さん靴脱いで入る必要はなさそうです。はい、これ本当にこれすごい乗りやすい階段になってますね、うん、これないのとあるのとえらい違うね。おー、これちなみに純正オプションらしいです、この出てくるサイドステップ、うんうん、はい、熱中症対策でちょっとエンジンかけますね。はい、はい、あの音は上品ですね。雰囲気的にもすごくこう音がもう上品というか、トラックみたいな音は感じられないですね、これ。ああ、上品です、上品です、うんうん、ここにねレバーがあってね、これレバーを、うん、レバーを下げると、はい、こうやって下がるのね。すごい、まあ、これはあのこういう高級車のあるある、あ、まあ、うん、特に普通なんですけど、こうやってね手前に引くと出てくるんですね。いや、これはでもおしゃれですね、この中が白くて、白い、本当に白い。でハンドルのとこのこのホワイト木目っていうのはまたおしゃれですね。これこういうところも木目使ってますね。本当だ、うんうんうん、そうですね、うん、でナビ画面もこれ横広いんですよ。でか、一面にこういう画面になってますんでね、長いですねこれ、はい、
はい、そしてメーター、これメーターのところにもナビ出ますよ。あ、本当だ。うん、メーターのところにもナビ出るし、これクラシックってやると青になったり、うん、プログレッシブっていう風にすると、はい、これなんかめちゃスポーティーになりますね。そうですね、レーシングカーみたいな感じになりますね、うん、そして、お、これはデジタルインナーミラー、デジタルインナーミラー、これ純正、いやもう分かんないよね。この辺はね、よくあるあのベンツと同じなんですけど、これなんかおしゃれですね、これ。お、本当だ。これ今まで社長ベンツ乗ってて、これないですか。これはこれ見たことないな。ここにベンツのエンブレムが、で、このこれもおしゃれだね、この、うん、これ一緒なんだね、これいいですね。うん、これはあのすごく内装はめちゃくちゃいいですね、うん、はい、でこれサンルーフ、サンルーフももう開きますね。あれ止まん、あ、出た謎のシステム。あ、国産車かだけかと思ったら、閉めるときあれ一緒これ、そうなんだ。ラブ4強いな。いやすごいよあれ。これいいやつじゃないですか。これはいいやつですよ。見た目もいいしな。あとね、これシートにもね、これ、うん、シートクーラーがついてます。ベンチレーション付き。うん。はい。そしてこのもう見た感じもこれ目線高いし、うん、結構広いし大きいし、これは乗っとって気持ちいいね。いいですね。ここにもなんかこれいろいろ設定ができると。そうか、そういう車だもん。そういう車なんだよ。え、でももったいなくて。ちょっとあの高級車だから、うん、そういうイメージよね、あれなのかもしれないけど。本気の車ですよね。本気の車ですよ、これ、ね、どこでも走れると思いますこれ。おー、出てる。これは乗り降りしやすいわ。やっぱ違いますかね。違う。あと走行距離もね、見てください、はい、メーター。おー、全然走ってない。あとちょっと思ったのがさ、普通ここを見てこういう感じだよね。はいはい、うん、これドリンクホルダー。あ、そうですね、これドリンクホルダーも多分違うと思うんだけど、純正じゃないような、ここになんかなんかブランド名が書いてあるのかな。そうですね、これめちゃくちゃしっくりきてるよね、この色合いといい。これ仕様もうまさになんか全く違和感感じないじゃん。違和感ない、ね、しかもこれだったらなんか冷えるよね、冷えるよね、温まるよね。いや、このパチっていう、もうガチャっていう音がいい。めちゃめちゃ音いい。いいね。ちょっと次後ろ、はい、後ろも同じような音するよね。うん、ガチャっていうよね。ガチャって言ってます。はい、そしてこれいろいろこれ積んであるんですけど、はい、これね、なんだろうなと思ったら、うん、ノーマルパッドって書いてある。え、パッドも書いてあるんだ。すげー。で、トノカバーもちゃんとついてますね、これ。本当だ。うん。あ、で、結構広いですね。結構広いよ、本当に。久しぶりすぎて忘れちゃったけど。うん。で、ここにもおしゃれだもんね、これ。おしゃれ。あ、すごい。で、これ後ろはウーハーだよね。あ、なるほどね。うん。そして、これ 12V の電源もあります。ありますね、はい、結構いい感じですこれ。お、うん、これ純正のホイール。あ、純正のホイール。まあスペアですか。そうですね。お、鍵かかったよ。かかりましたね。これはなんかアペルタさんでもやれるそうです。あ、お願いできるんですね。あ、もし、うん、あのお問い合わせくださいとのことでした。なるほど、はい、そしてね、お値段、はい、いくらなんでしょうか。高そうな気がしますけど。いや、高いんでしょう。アペルタさんのホームページ、はい、はい、こちらに行けば乗っております。はい、もし乗ってない場合はお問い合わせいただければと思います。はい、はい、そして、お隣の車、はい、相談中のプライスがおりました。はい、何かっていうと、今日これからアペルタさんが G63 の AMG、はい、これを紹介されますということで、ちょっと一旦商談中っていう風に張り紙をしてました。で、これ今下ろしてこれから動画を撮りますので、アペルタさんの動画ちょうどリンクも貼っております。
G63 どんな車なんでしょうかね、ちょっと楽しみですね。はい、ってことでアペルタさん、ヒロさんです。こんにちは、アペルタのヒロと言います。僕らで YouTube チャンネル開設したのでぜひ見てください。始めたばっかなのでちょっと至らない点があると思うんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お楽しみに、この後見てね。